注目。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が解説していくわね。なあ霊夢、これまでの韓国的価値観を総合すると、嘘のハードルが低い、じゃなくて、嘘がタブーではない、とかの方が合ってないか？それ、日韓問題に触れるようになった人が陥りがちな勘違いよ。実際には韓国でも、嘘は悪いこと、という概念はあるし、場合によっては日本以上に厳しくバッシングされることもあるわよ。ちょっと待て。なら嘘をつくハードルは高くならんか？それがね、韓国では嘘をつく人は多いし、それが社会的に受け入れられている場合も多いのよ。何か嫌な予感がするぜ。あ、そうだ霊夢。そういや私、これから友達と用事があったんだぜ。用事って？グレイさんたちとエンケラドスにワカサギ釣りに行く約束をし。それじゃあ本線へ行くわね。霊夢、お前はまず人の話をちゃんと聞くぜ。それで、さっきも言ったように韓国では嘘をつくことに対するハードルがかなり低いのね。それがおかしいんだぜ。嘘は悪い、という考え方があるのに、なんで嘘をつくハードルが低いんだよ。矛盾するじゃないか。まあ、そのあたり詳しくはパート2の方でやるとして、まずは日本関連で見られる嘘の事例を見ていくわね。最初はこちら。韓国の中堅全国紙の競合新聞の記事なのだけど、記事によると、日本統治時代に日本が昇炭油を取るために松を傷つけていたとして、松屋に祭祀被害松を見れば、松が体験した苦痛がそのまま伝わる。ノコギリの刃の跡がそのままだからだ。松屋には松から分泌される粘っこい液体で昔から天然接着剤や薬剤などで使われてきた私たちの伝統山林資源だ。しかし、私たち民族は松にノコギリの刃当てて松ヤニを取らなかった。と書かれているのね。なんかこじつけのような気もするが、日本が昇炭油を取っていたのは事実なんだろ？なら嘘ではないんじゃないか？嘘はそこじゃないのよ。次にこちらの2017年の記事を見て。こちらの記事によると、当時からの住民たちの証言として一部地域で解放後も松から松ヤニを採取した事例もあったことがわかり、この地域住民たちもまた、解放後1970年代にも松屋に採取がなされたという主張だ、と書かれているのよ。ちょっと待て、競合新聞の記事では、私たち民族は松にノコギリの刃当てて松屋にを取らなかった、と書かれていたし、傷つけずに取っていたとかじゃないのか？そもそもね、松屋にを人が活用するレベルで採取する場合ある程度まとまった量が必要だから、松そのものを伐採するか切り込みを入れて採取するかしか方法はないのよ。ちなみに、この昇炭油というものが昇魂油のことだとしても条件は同じよ。これね、独立後も採取していたという事実が判明していたので、我々は幹を傷つけていなかったという後付け設定をしたのよ。つまり、競合新聞の私たち民族は松にノコギリの刃当てて松ヤニを取らなかったというのが嘘ってことか。そういうこと。次にこちらの事例を見て。韓国で日本の警察から強を受けて死亡したとされている独立運動家のユ・グアンスンに関して、韓国でもよく見かける彼女の写真は強で殴打されて腫れた顔だとして画像加工で本来の顔に戻したと報じている記事ね。というか、これは、負傷前の元の顔写真、があって、それに合わせたってことでいいのか？違うわよ、そもそもこの左が、殴打された、という画像で、右が、本来の顔、としている加工画像なのだけど。ちょっと待て、これ殴られて腫れた顔ではないんじゃないか？そうよ。しかもこちらの中央日報の記事を見ると、ユ・グアンスンの在学中の写真が残っているそうで、それを見てもらうとわかるけど、どう見ても、加工前の画像、が本来の顔なのよね。うわぁ？これ要するに韓国人たちはユ・グアンスンの顔を殴られて腫れたような顔、と言っているも同じなんだが、かなりひどくね。さらにユ・グアンスンに関しては、強を受けて体を切断された、という話が韓国で一般化しているのだけど、この2002年の記事を見ると、当時獄中死した彼女の遺体を引き取った僧侶の証言が残っていて、体が切断されたりはしていなかった、という記録があり。
1945年8月15日の解放以後、植民地時代に日本が行った蛮行を糾弾するという意味合いから、誇張されすぎてしまった感がある、としているのね。つまり、2002年の時点で誇張が多い、とされていたのに、近年になるとその誇張、がさらに悪化したと。そういうこと。さらにこちらの記事では、クダラと白木は古くから高句麗の属民だった。そのためずっと長考してきた。しかし、日本が新宇土市に海を渡ってきてくだらと不明、と白木を破って日本の新民とした。という記録が、皇太王妃、皇海道王妃、という、高句麗の第19代の王である皇太王、皇海道王、の業績を称えた碑文に書かれているのね。それで、韓国ではこの、日本が海を渡ってやってきてくだらと白木を服属させて新民とした、という部分を、日本の軍人が碑文の内容を改ざんしたのだ、と主張していて、この記事もそういう主張なのね。それが問題あるってことか？これね、読売新聞の2006年4月14日の朝刊19面に、中国社会科学院の徐建新教授の研究結果として、1881年作成の拓本を発見したので現在の石碑の文を比較したところ、一切改ざんの跡はなかったと論文発表しているのよ。つまり、15年近く前に事実無根と判明した改ざん説を、韓国の三大紙の一つである中央日報が今更吹聴しているってことか。そういうこと。他にもこんなのがあるわよ。記事によると、在米韓国人たちの働きによって、米国立衛生研究所 NIH の研究倫理年報に日程の蛮行を掲載することに成功したそうなのだけど、その内容が問題で、詩人、ユン、ドンジュ、ヤイ、チョンチョン、ら韓国人が日程の生態実験対象になった、と書かれたそうなのよ。それは事実なのか？まずそもそも、ユン、ドンジュは獄中死したという記録があるだけで、731部隊の関与どころか人体実験を受けたという記録自体がないし、イ、チョンチョンに至っては日本の軍や警察に捕まったという記録自体がなく、死亡したのも1957年よ。うわぁ？じゃあなんでこんな話になっているんだよ。さあ？というか、こんなヨタ話を裏取りもせずに掲載する米国立衛生研究所も、それを危機として掲載する朝鮮日報もどうかと思うけどね。というか全部日本関連だし、これって歴史問題などで日本との間に感情的なわだかまりがあるから、嘘が見逃されやすいってだけじゃないのか？それだったら日本の対韓外交がどれだけ楽だったか。ちょっと待て、その言い方だと。論より証拠ね。まずはこちらの記事を見てほしいわ。2003年の朝鮮日報の記事なのだけど、それによると韓国の刑事や民事裁判において、嘘の証言をする人が非常に多く。韓国と日本の人口の差を考慮した場合、国内の偽証が日本の671倍に達するというのが最高検察庁の分析だ。と書かれているのよ。おいおい。以前何度かネットで韓国は日本の671倍嘘つきって話を見かけたことがあるが、その発信元って韓国の検察庁かよ。そういうこと。次にこちらの東亜日報の記事を見ると、嘘ばかりつくという話は日韓併合前から有名だったようで、たびたび外国人から指摘されていて、それを記事では西洋人の偏見としているけど、実際問題、法廷が嘘共演状になっていることは否定できず問題視しているわ。つまり、一般論として韓国では嘘をつかれることが多いのは紛れもない事実ってことか。なおさら韓国は嘘が許容される社会とした方がしっくりこないか？まあそれは来週のパート2でやるとして、次にこちらの2018年の事例を見てほしいわ。2002年の件とは調査基準が違っているようなので単純比較できないけど、記事によると他人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の事実を警察署や検察庁など公務所や公務員に申告する侮辱罪の件数が年々増えており、しかも法制度が告訴側に有利すぎるため、韓国の年間告訴件数は55万件なのに対し日本は1万件に過ぎない。このため重要な事件に捜査力を集中できない事例が多いので、侮辱罪に対応できないとしているのね。つまりあれか、韓国ではいわゆる偽証で告訴する事例が多すぎて、検察が対応しきれなくなっているってことか。
そういうこと。そして次にこちらの記事を見ると、2016年に日本の雑誌の JB プレス、日本ビジネスプレスが、韓国は息をするように嘘をつく国、という記事を掲載し、韓国で反発が起きたのだけど、その件に関して朝鮮日報は不快な記事ではあるが、韓国の警察庁の統計を引用して、偽証、詐欺、虚偽告訴の罪で起訴される人間は、人口比例で日本の165倍、と突きつけられると、返す言葉がない。と書いているのね。そして、韓国社会にことのほか嘘が多いのは、嘘が露見した時の負担よりも、嘘でいられる利益の方が大きいからだという解釈がある、とも書いているわ。つまり、日本人から嘘つきだ、と言われると不快で気に入らないが、韓国で嘘がはびこっている事実は否定できないと記事にしているってことか。そういうこと。そしてこうした記事からわかることとして、韓国でも嘘は悪いことという概念が存在している、ということよ。まあ確かに、引用した一連の記事を見ると、嘘が悪いこと、という考え方自体はあるように見えるな。でもなんでそれじゃあこんなに嘘が多いんだ？それがタイトルの嘘のハードルが低いに関係してくるのだけど、その件は次回のパート2でやることにするわ。引用しないといけない事例も多いしね。それで、今回の件から一つわかることがあるのだけど、マリサはわかる？わからんぜ。もったいつけてないで教えてくれよ。それはね、韓国人の日本に対する態度は日本側の言動とほとんど関係がない、ということよ。なんでだ？最初の方で紹介した事例を見ての通り、韓国社会では日本関連で事実無根のデマがまかり通っているわよね。しかもそういう事実無根の情報が今でも新たに作り出されているの。あ、そうか。韓国人たちはそういう嘘を子供の頃から聞いて育つから、日本が何をしようと日本に対する敵外心は韓国内で勝手に育つわけか。そういうこと。だから、日本の態度はあまり関係がない、のよ。今回紹介したように、日本が悪である証拠、が韓国内で今でも生産され続けているのだしね。韓国内で、それはおかしい、と声を上げる人はいないのか？いるわよ。反日種族主義、という著書を書いた人たちが所属している楽政大経済研究所とかがそうね。じゃあそこの声が大きくなれば変わるんじゃないか？残念ながらそれはないわね。その理由は、次回説明する彼ら独特の価値観に由来しているから、詳細は来週になるけどね。なるほどな。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。ところで、何かお知らせがあるのよね。そうそう。ブログ再開に関する今後の予定なのですが、先日病院に検査に行ったところ、かなり良くなってきてはいるが目標値に達していない、ということで、まだしばらく無理はしない方がいいそうです。そういうことなので、一応現在の予定としてはブログの方は5月再開を予定しています。ブロマガの方の記事に色々書いてあるので、そっちも参照してほしいぜ。そんなわけで今回はここで終わるわ。また来週。